アーカンソー州会議事堂は、アメリカ合衆国アーカンソー州の州とリトルロックに立地する同州議会の議事堂。アーカンソー州議会の上下両院の議場のほか、州知事室が置かれている。地元、アーカンソー産の石灰石を用いて作られた、この新古典主義建築様式の庁舎は1899年に建設が始まり、16年の歳月と220万ドルの、 費用を費やして1915年に完成した。議事堂の敷地内には、南軍兵士のモニュメント、自由の鐘のレプリカ、ベトナム戦争退役軍人記念碑、リトルロックナインの記念碑など、州の歴史を物語るモニュメントや、記念碑がいくつも置かれている。1899年、セントルイスの建築家ジョージ・アールマンは、 アーカンソー州知事ダニエル・ウェブスター・ジョーンズの元を訪れ、まだ完成していなかったモンタナ州会議児童の工房を勝ち抜いた想定画を提出した。新庁舎に対する関心を高めるため、これらのスケッチは旧州会議児童の壁に飾られた。この想定画の魅力によって、新庁舎建設の法案はたやすく通り、また建築家に対する関心も高まった。やがてマンは、後の州知事、 ジョージ・ワシントン・ドナゲーを含む7人の委員会によって、新庁舎の設計担当に選ばれた。当初、ドナゲーは万の選出に反対し、全米からの攻防をしていたが、残りの委員はンを押した。ありがとうございます。